友のテレフォンショッキングの20分ぐった時にめちゃめちゃ仲の悪い人が来てあのタモリさんって今は割とその温厚な性格のおじさんというイメージなんですけど昔結構めっちゃ尖ってたんですよね。えひろゆきさんが『いいとも!』レギュラーだった頃の話を教えてあれですよねだ僕が『いいとも!』レギュラーだった頃にあの、えー、とタモリさんと。 あのあれ小田正俊さんじゃなくてあれ誰だっけあのタモリさんって今は割とその温厚な性格のおじさんというイメージなんですけど昔結構めっちゃ尖ってたんですよねあのオフコースの人だっけあのいいとものそのテレフォンショッキングの20分ぐった時にめちゃめちゃ仲の悪い人が来て相手の人は超怒ってるしタモリさんは一応気を使ってるんだけど中田りあ小田勝正さん。 あの、その、仲良くする気がないっていう。で、そのね、タモリさんもね、その空気をちょっとね、いじって笑いにするみたいので、その、小田さんのピリピリしてるのが、余計なんか小田さんが怒ってそうみたいなことを、あの、やってたりしたんだよ。だから昔、まあ、もともとはその、密室芸というか、その、あの、あんまりテレビに出せないようなネタをやる人っていうのもあって、 まあ変わったことをやる芸人さんっていうポジションだったんですけど、いいともまあ長年やり続けて、その大人としてすごい丸くなって真っ当な人だったんですけど、昔のまだ尖った頃のタモリさんの逸話っていうのが、あのそこそこなんかあの昔の YouTube、そのあのいいともとかの YouTube で探す出てくるので、それを見ると、あのイグアナの携帯模写とか四角コマージャンとかやってるんですよね。 あの、花もげら語っていう、そのなんか、この人は中国語を喋ってる気がするんだけど何言ってるかわからないっていうのとか、イタリア語を喋ってる気がするんだけど何言ってるかわからないみたいな、それっぽい外国語の人たちが、あの、4人で麻雀をやるっていうんですけど、タモリさん日本語以外喋れないんですけど、その明らかになんかそのイタリア人が言ってそうな感じがするっていうのなんですよ。で、なんかタモリクラブかなんかで、その4カ国語麻雀を、 その中国語部分を中国人に聞かせたら「こいつは何人だと思う?」って聞かれた人が中国人がねいや「こいつ中国人だと思うよでも何言ってるかよく分かんないんだよね」っていうその中中国人も中国人っぽいと思うんだけどでも言ってる言葉が変だよねっていうそ不思議な状態になるってうそういう才能を持ってる人なんですけどなのであの興味があったらそこら辺の,の昔のタモリさんの,あの「いい友で探すといいんじゃないかなと思うんですけど「あの徹子の部屋」っていうギネスにも載ってると思うんですけどめちゃめちゃ長く続いてるあのテレビ朝 の番組があるんですけどそれに1年に1回タモリさんが出てあの話をするっていうのがあるんですけどでその時に割とそのくれてさんんが無茶振りしてくれるんですよそのもうあの大御所になってもう60過ぎてからだと思うんですけどやっぱり「四角形バージョンやってくださいよ」とか言われると、まあ、タモリさん黒柳徹子さんには断れないのであのいい年こいてもやってくれるっていうそのなんかあので、ね「素のタモリさんが見れるのは多分その『徹子の部屋』ぐらいなんですよね。 いやそのどんな番組出てもタモリさんって大御所枠として扱われちゃうんですよ。あのタモリさんみたいな。だからなんかその報道番組なんかでかなんか出た時に1時間だか90分だかほぼ喋らなかったっていうのがあるんですよね。まあ最初のそのなんか紹介だけして。でもなんかまあタモリさんがいるよねっていう重鎮感があって許されちゃうんですけどやっぱ大,大御所、その黒柳徹子さんがどれぐらい大御所かっていうとテレビができた時のほぼ初期のアナウンサーとかなんですよね。 NHK とかができましたみたいな頃に、なんか私アナウンサーやりたいみたいなこと言い出してやり始めて、で、その人が未だにテレビに出続けてるっていう、なんか黒柳テス子、あれ僕アンドロイドじゃねえかなと思うんですよね。ので、興味がある人は黒テスコでググってみてください。あの、もしユニセフに寄付するのであれば、あの、日本ユニセフっていうところに寄付すると、100万円寄付しても、 15万円分ぐらいが謎の組織に取られるんですけど黒柳徹子さんが自分の個人口座でユニセフの貯金口座開いててでユニセフの,あの直接の申請対象やってるんですけど黒柳徹子さんの口座に振り込むとその国連のユニセフに100%あの送金されるっていうのがあるのでもしあのユニセフそういわあの世界中の困った子どもたちとかに薬をあげたいとか送りたいっていうのであれば日本ユニセフではなく黒柳徹子さんの方の あの個人口座に振り込んだ方が良いですよタモリさんじゃなくて、これやめて結子さんのアチになっちゃいましたね。はい。昨日たまたまあの。 煙突町のプペルをなんか絶賛放映中の西野さんの YouTube の動画をちょこちょこ見てたんですけどで西野さんの動画をちょこちょこ見てて思ったのがそのってあれタモリさんんの意思なんですよねその何言ってるか分かんないと思うんですけど <laughs> もともとそのなんかひな壇芸人みたいなのあんまりやりたくないっていうのがあってでそのタモリさんとちょこちょこ会って飲んでるみたいな話をした時に。 タモリさんが西野お前絵描けっって言ったっていうでその時にその西野さんはなんか芸人どうなのかなって思った時にその言葉だと日本国内にしかいられないから言葉を使わないで伝えられるものがいいよねっていうのででまあ、絵とかもありかなっていう時にタモリさんが絵を描けと。でまあ 絵と言ったら絵本だよねっていうところで絵本に行き着くんですけど、そのプペルの絵本っていうのは映画になることを想定して書いてる絵なんですよね。まあ正確には西野さん書いてないんですけど。<laughs> ま要は自分かなくてもよくて、その絵という形でビジネスを立ち上げて、でも絵本の先にはこの絵本というのは映画にするっていうのも意識している。 で、その構図自体が映画の構図になるようにしてるとか。キャラクターもその映画で映えるようなで、あの絵本ってストーリーちゃんとしてないものが多いんですよ。そのなんか100万回死んで100万回生き返りました。はい、ちゃんちゃんみたいな。何それみたいな,な絵本結構あるんですけど。でもプペルって割とちゃんとオチとかにそのある種謎が解けてあこういうことだったんだ。すっきりみたいなのがちゃんとあったりするので、割とその大人向けでも読めるように作られてるストーリーだったりするんですけど。 それってその 世界に向けて絵でいけるもので勝負しろと言ったタモリさんの言っったことをやってるだけな気がすするんですよねだからタモリさんすげえなと思って西野さんもすごい努力をして成功してるとは思うんですけどただなんかそれがそのタモリさん、まあ、誰に出会ったら変わったかっていうさっきの質問に対しての関連なんですけど多分その西野さんはタモリさんに出会わなかったら今のそのプペルの映画みたいなのなかったんだろうなと思うのでそういうのって面白いなと僕は思いました。 ひろゆきさんの泣き声がベーシックインカムって本当ですか <laughs> まあ僕が夜中に泣いてる時はベーシックインカムって言ってますねはい。僕だけじゃないと思いますよ